今ご紹介にあたりました NTT 東日本北海道事業部の小原と申します。私の方から、スマートカー支援とローカル 5G の、関係で、羅臼町でやったですね、スマートカー支援の発表の方をさせていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。岩見沢に続いて、羅臼町、そこから北に30キロぐらい離れますけれども、羅臼町の方でもですね、続いてスマートカー支援の実証を行いましたので、その模様、を動画などを交えながらですね、ご説明させていただければと思います。進め方、今日のプレゼンの進行ですけど、実証環境の紹介とですね、それから実証外の紹介、これは主に動画を交えます。それから、少し展望といったところをご紹介できればと思います。実証キーワードとして、今回はフィールドは中山間地となります。今まで先ほどの岩見沢市で行きますと、畑作、水田作といったようなところで、まあ、平地みたいなところがございますけれども、まあ、果樹園になりますと、日本でも 40% ぐらい占めます。中山間地という少し山あいの、シャドウなどがあるところがフィールドになりますので、まあ、そちらで実証したというところです。それから先ほどについてロボットですけど、まあ、こちらは今度 EV ですね、電気自動車といったところで、まあ、ゴルフカートを改造したようなですね、特にエンジンがですね、トヨタの、アクアの、ハイブリッドエンジンのリユースといったところで、少しカーボンニュートラルみたいなところも、試行したものとなります。それから、まあ、キーワード、他にデータ駆動型というところ、それから今回、無線アクセスとしてはローカル 5G をご利用してますので、そちらの実証といった形になります。で、今回、コンソーシアムとしましては、以下にある、会社と、協力体制を組んでおります。代表機関は弊社東日本電子電話株式会社が行っておりますけれども、他の、自治体としましては、羅臼町様をメインに二木町様、岩見沢市様、余市町様、それから、北海道大学様、こちらは、EV の、自動運転といったところをご協力いただいております。それから補助に関しましては、北海道ワイン株式会社様、こちらで、果樹園の、知見等をいただいております。それから、トヨタ通商株式会社様から、車両の EV チューニング、それから日本電子電話株式会社のところで、社会実装に向けた、検討といったところの、タッグを組んで実証しております。実証地域のちょっと軽くご紹介したいなと思ってるんですけども、こちらまず、羅臼町様の方です。こちらに、今回の主な実証地域、実証補助の、鶴沼ワイナリー様もございます。ワイン用ブドウの作付け面積は、日本一といったところです。それから、実証地域もう一つ、二木町様ですね。こちらは、北海道ワイン様のしるべしビンヤードという、比較的新しい、果樹園になります。今年で2年目を迎えるようなところで、まだ幼木なところもありますけども、2年目で結構な育成状況といったところで、こちらの自治体、北海道内で先駆けてですね、約もう50年前からワイン用ブドウ栽培開始しているといったところで、近くに近隣に観光果樹園もございまして、なんかブドウに対しての力も入っているといったようなところでございます。で、もう一つは、実証時期として余市町様ですけれども、まあ、こちらは北海道ワイン様の契約農家様のところで、後ほど少し触れますけれども、こちら生食用ブドウの方で、ワイン用ブドウだけではなくて、生食用ブドウの方も、実証できないかというところで、ご協力いただいております。こちらは NHK のマッサンなどの、日華ウイスキーなど有名ですけれども、ブドウ、リンゴ、梨などの生産とかでも全土一といったようなところでございます。で、先ほど紹介しました実証拠点としての鶴沼ワイナリーのところに、今回ですね、ローカル 5G を、基地局を2つ置きまして、実証補助は2つ、今黄色で囲っているところになりますけれども、こちらに2つ、2機の、ローカル 5G の基地局を置いています。もう1つはちょっと変わり種になりますが、真ん中の赤い印のところに反射板というものを置いておりまして、中山間地ですので、平地と違っていろいろ樹木などで、電波を遮蔽するものが多くあります。で、その遮蔽されたところで電波が届かない地域に、この反射板というものを置いて電波を跳ね返すことでですね、電波が届きにくいエリアにも、電波を送信するといったような、技術を今回実証しております。
で、一つはですね、左側の補助の方ではオムニタイプといって、割とこう楕円形に無線伝播をするようなアンテナを置いてますけども、右側の方は外部アンテナというものをつけまして、指向性を持たせまして、この図で言うと左側の方に強く電波を吹いて、右側にはあまり電波を吹かないといったような形でですね、よく市販されている Wi-Fi でもビーミングなどありますけども、それに近いような形の電波を飛ばしています。まあ、それによって実は反射板の方に電波を発して、それを跳ね返すといったようなことをやったというようなところでございます。それから先ほど岩見沢市の発表の中でもありましたが、今回ですね、浦富町の実証においても遠隔管理センターを使っています。地域のコミュニティ施設をお借りしまして、右上の写真にあるような形でですね、まあ、6面体の、映像モニターを置きまして、こちらで、先ほど紹介しました鶴沼ワイナリー、それから、二木町にある、100キロぐらい離れているんですけど、二木町にあるシルエシビンヤードの方を、監視しまして、こちらでそれぞれの EV を、全部で4台ですね、監視、制御したといったような、実証ができています。この鶴沼改善センターと呼ばれる監視センターは、実証のその鶴沼ワイナリーとは、直線で約4キロぐらい離れて、離れているようなところでございます。で、今回のスマート化ですけども、まあ、5G 実証はもちろんなんですが、その他に営農作業としてどれぐらいの、経営効果があったかというところを見ています。こちらは今実は2年目の実証中でして、ちょうど冬になりまして、冬前に、すべての作業を終え、今統計を取っているところでございますけども、今こちらのページにあるのは目標値という形になります。そこでは、EV ロボット倉庫の稼働削減として、草刈りでは稼働 55% 削減、防除と呼ばれる、今回で言うと農薬散布ですね。に関しましては、稼働 42% 削減。それから、いろいろ取り組みやってるんですけども、スマートグラスを用いた栽培指導というものもやっておりまして、その中ではですね、この栽培指導における稼働、栽培指導の稼働ですね、指導稼働の 50% 削減と。それからもう一つですね、AI の病虫害判定というのもやってまして、AI カメラをつけてです、EV につけてですね、それを走行させることによって、火事の状況等を撮影することでですね、そこに、病虫害が発生しているかどうかといったところを、把握できるというような実証もしております。それから、IoT センサーを置いて、土壌水分ですとか、気温ですとか、そういうものも、計測しております。まあ、その辺踏まえましてですね、データ記録集計作業の稼働が 80% 削減できるとか、センシング活用によってロス化が 50% 削減できるというところを目標において、今回実証しているような状況でございます。で、実際今のは前提になるんですけど、まあ、それからですね、ローカル 5G を用いた実証というものを紹介したいなと思っております。
はい。ということで、プロモーションビデオを見ていただきましたが、こちらの説明が、まあ、ほとんど全てではあるんですけども、今回の実証は、2年ものとやってまして、今のビデオを見ていただくと、まあ、冬、冬期間にですね、雪の中で実証したというところもありまして、多少、今の状況が分かりづらいところもあるので、まあ、2年目の模様もちょっとビデオに取り込みますので、そちらもご覧いただければと思います。今年の8月にですね、草刈り作業の方の撮影をしています。こちらが実際にローカルカリスティックして無人運転の EV が動いている模様になります。こちらは日町のシリベシビニヤードの方を撮影したものになるんですけども、まだちょっと若い土壌なので、そんなにまだ下の草が生えてないんですけども、この、ネクタンのですね、下に生えている、ちょうど EV が走行している下のところですね、まあ、下を、の草を刈るというところ、それからですね、ブドウとブドウの木の間ですね、今、青い四角、棒のようなもので囲われておりますけれども、その棒と棒の間の草を刈るというところがございます。今回の実証の中では下草刈りだけでしたけども、今は後ろの作業機を改良することによってですね、このブドウとブドウの間の草も刈れるような形になっています。これは垣根式と言いまして、大体全世界的に、ブドウ、ワイン用ブドウがこのような形で作られているんですけど、今その中を EV とかに見えます。垣根の間は 2.5 メートルの幅なんですけど、この車両幅が大体 1.5 メートルなので、左右でですね、それぞれ50センチぐらいの隙間しかないんですけども、今、まあ、これは BMSX を使いまして、大体誤差数センチの中で、走行ができているといったような形になります。まあ、こういった形で、自動でですね、次の垣根に入っていって、また下草を刈っていくといったような仕様をしています。こちらも先ほどの中間管理という形になるので、多少シャドウがついているんですけども、こちらに関しても、問題なく、走行できているといったような実証になります。今のが草刈りで、もう一つ、棒状ですね。こちらも同じく8月に撮影したものになります。こちらはまた車体が変わっておりまして、今車の上に黒いものを積んでますけど、それがもう農薬散布という形になります。で、左右にこのように、スプレーしていくような格好になります。で、スプレーですけども、高さによってですね、噴出、噴霧器が、それぞれついておりまして、まあ、今後、例えば病気になっている部分だけ、防除するとか、という形で農薬の、節約ができるような形も、目指して、今実施しているような格好になります。こちらも同じく、シリベシミニヤードの方で実践しています。今実際巻いているのは、農薬に見せかけた水での実証になりますけども、まあ、本物の農薬も問題なく巻けるといったような形になります。それから、まあ、社会実装を踏まえたときに、まあ、必ずしもそのワイン用ブドウだけじゃなくて、他に、生食用のブドウでもできないかということで、こちらは先ほどの垣根式と違って、棚式と言いますが、皆さんがよく、果樹栽培などをしているときに、果樹収穫ですね、植えたらブドウがなってるのは見たことあると思うんですけど、まあ、そちらの、ブドウ園でも、同じような対応ができるかということで、先ほど横向きに噴霧していたんですけども、今度は上向きに噴霧をしています。でこちらでも、そういう改造することによって、生食用でも使えるといったところが立証できたかという形になります。でそれからですね、スマートガイドシステムと言っておりますが、先ほどスマートグラス、ビデオの中でもですね、スマートグラスで栽培指導という形がありました。でこれまでの指導方法から、今回の実証に変えていくんですけど、これまでというのは、座学を通じて、また現場のマンツーマン指導を通じて教えていたんですけども、もう少し ICT を利用したという形で、こう映像コンテンツを作りまして、座学の代わりにですね、まあ、いつでも、復習もできるし、予習もできるといったようなものを用意した上で、スマートグラスを用いまして、まあ、指導者がその現場にいなくても、どこまでも遠隔で構わないんですけども、遠隔にいながら、複数人に指導ができるというものを、実証しています。まあ、こちらも栽培指導模様といってビデオがあるので、ちょっとご覧いただければと思うんですけども。
ちょっと皆様に分かりやすいように、まず葉っぱからいきましょう。3面でやっております。まあ、はい、本当はこれを複数人でできるんですけど、で、かつ、この画面構成で言いますと、上が、農場長。この茶色くなってるところもありますけども、はい、これは問題ないですか。右下が実際スマートグラスをかけている作業。その葉っぱの裏を見てもらってもいいですか。本来指導するに、はい、裏見てみます。指導するとすると、左下の画面だけ。ああ、なんか白いような格好になります。花吹いてますね。ついてます。はい。これはどうでしょうか。今、葉をめくって、いいんですけど、その辺の周りの葉っぱですか？あ、はい。じゃあ、周りの葉っぱを少し見てみます。はい、あ、なんか、ここにモザイクかかったような葉がありますね。ありますね。裏見てみます。はい。ああ、これはなんか白く、そうですね。コミュニケーション大事になります。はい、それと、映像がしっかり見えてないと、上の方の輪っていう葉っぱ、ちょっとずつ、少しずつ上に上がってもらっていいですか？はい。リアルタイムのコミュニケーション、それから高品質な映像伝送といったものを実現します。この若い葉も見てみます。これが、一人ですと、例えば、ああ、少し白いものがついてますね。そうですね。はい。人になってくると、なるほど。5G の、他にどうですか？っていうような形になります。そうですね。実際ですね、右下の作業員ですけども、まあ、スマートグラスもいろんな機種が開いてますけど、これは、それは、ですとかちょっと寄ってはないですか？寄ってもらえますか？というものもあったんですけど、はい、今この作業員は、そういう感じです。特殊なベストを着て、見えます。それは大丈夫ですよ。これは問題ないですか？はい。はい、わかりました。少し下に下がっていただいて、下方の方にちょっと見てもらって、カメラずらしてもらっていいですか？はい。顔に、この花房、これを、少しなんか、白い粉みたいなのが吹いてますけど、もうちょっと手を添えて、寄っていただいてもいいですか？はい。画像が動くんですね。見えますでしょうか？つけていると、あまり止まってください。OK です。キャップが落ちてないので、ちょっとハイカビらしい感じもしますが、他の房はどうですか？あ、はい。じゃあ、他見てみます。ちょっと長くなりますので、こちらで割愛します。はい。もう一つが、データ駆動というキーワードを先ほど出しましたけれども、AI カメラの撮影による、病虫害予兆というところをやっています。まあ、先ほどビデオの中でもありましたけれども、AI カメラを積んだ EV を走らせることで、どこに病虫害が出ているかというところを、この絵で言いますと左上にありますけれども、GIS システムと組み合わせまして、畑の中にですね、予兆ヒートマップみたいなものを作って、今畑の中でどこに病虫害が出ているかといったものも、作成可能になっています。で、右に IoT センサーありますけども、そちらに関しましては、このヒートマップ作ったときにですね、じゃあどういう環境だったら、病虫害が発生しやすいのかといったものを、根拠データとして取っておく必要があるだろうといったところで、この組み合わせで、効果的な病虫害予兆ができるといったようなものを作っております。ちょっと AI カメラの学習模様も少しだけ流します。ちょっと割愛しますけども、実際の画面がこのような形ですね。先ほどの EV がこう、果樹間の間を走りまして、その間こう写真を連続でこう撮っていって、それをサーバーに転送しています。で、エッジ、最近はクラウドもそうですけども、まあ、エッジ AI というものがありまして、今回つけたカメラの中にですね、すでに AI が仕込まれておりまして、そこに学習データを流しておくことによって、もうこう撮影しながらも AI 判定をしているといったようなものになります。時間の都合上、今、発言しましたが、最後になりますが、先ほど、岩見沢の発表の中でもありましたけれども、岩見沢市にも、遠隔監視センターがございます。で、今回、浦富町の方にも、遠隔監視センターを作りました。で、こちらは連携させています。なので、岩見沢市からも浦富町の EV を動かすことができますし、浦富町からも、岩見沢市の EV を動かすことができるという形にしています。まあ、そうすると、例えばですけども、まあ、BCP の対策にもなりますし、まあ、広域遠隔監視、地域遠隔監視センターなどと分けておりますけれども、例えば、24時間365日、地域で対応することが難しいといった場合に、そこの業務委託を、どちらかにかけるとか、そういった形で、人材の還流といったところもできるかというところを、施行しております。で、展望としまして、最後展望としまして、ローカル 5G ですけれども、今スマート農業のご説明させていただきましたけど、いろんな様々な分野でも、使っていくことを、想定しております。はい。
私の発表最後になりますけども、やはり生産者はなぜスマート化するのかといったところがございますが、やはり生産者の思いに応えたいというところがございます。生産者は非常に、農作物の思いが、強いので、やっぱり農作物に対してですね、やるべき時に、やれることがあるといったところを、今、様々な要因でですね、それができなくなってきている、その高齢化ですとか、というところもあったりとか、農業人口の減少といったところで、それが難しくなっているところがありますけれども、そこをまあスマート化することによってですね、代替化できないかといったところが意義になってくるのかなと思っております。はい、私の発表はこちらで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。